トミー・マッカーシーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームはリートル・マック。1890年代のボストン・ビー・ニーターズで主に活躍。現在の電動入り選手の中で唯一、ユニオン・アソシエーションでのプレー経験を持つ。1884年。 この年に創設されたユニオンアソシエーションのボストンレッツに投手を呼び外野手として入団する。53試合に出場したものの通算打率は215、投手としては0勝7敗と全くいいところがなかった。ユニオンアソシエーション解体と共に翌年から3年間はナショナルリーグのボストン、フィラデルフィアに所属するが打率は2割に届かず、レギュラー定着には ほど遠い状況だった。1888年にアメリカンアソシエーションのセントルイス・ブラウンズに移籍。ここでようやく外野手として定着した。彼は持ち前の足の速さを活かせるようになり、打撃成績も急激に向上した。同年は109盗塁、106得点を記録。シーズン得点はこの年、以後7年連続で100以上を上げた。 打率は1890年に初めて3割を超え、マッカーシーは瞬速コー打の外野手へと変貌していった。1891年にアメリカンアソシエーションの消滅に伴って、ボストン・ビー・イーターズに移籍。翌年からボストンはリーグを2連覇。ヒューダ・フィートの外野コンビは、ヘブンリー・ツインズと呼ばれた。マッカーシーは外野守備を工夫し、フライをわざと落とし進塁する奏者を指す。 といったトリッキーなプレーをいくつも見せていたそうである。1896年にブルックリンに移籍し、同年現役を引退。1922年ボストンにて死去。1946年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。ありがとうございます。